かりと決めていきましょう。はいどうも、弱小セドラーの高田です。今日はですね、セドリを始める上で、まず考えてほしいというか、ここを設定というか、すごく考えてほしいなと、思うことがあります。お金を稼ぐっていう気持ちですね。はい。どういうことかっていうと、セドリを、なぜ始めるのかっていうと、もうほとんどの人が、お金のためだと思います。はい。で、お金を稼ぐっていう風になってきたら、いくら稼ぎたいのかっていう風な、ここを設定する必要があります。はい。まず稼ぐ量によっては、セドリはあまり推奨しないっていう風な、こともありますし、例えば10万円稼ぎたいとか、20万円稼ぎたいとか、最終的にはもう独立して50万とか稼ぎたいっていう風になれば、行動パターンみたいなことが変わってくるんですよね。はい。で、まずお金を稼ぐんだっていう、気持ちをしっかり持ってもらいたいなと思います。僕の話になるんですけど、僕は今でこそサラリーマンから独立して、セドリで生活してるんですけど、過去、サラリーマン時代副業として、セドリをやってた時代があって、このセドリっていうのを初めて一回心折れて辞めてるんですよ。でそこから半年後くらいにもう一回セドリやってみようと思って、その時必死こいてやって、ある程度稼げるようになったんで、仕事辞めたっていう風な流れになるんですけども、当時、セドリ一回始めてなぜ心が折れてしまったんだろうなって、考えてみると、やっぱ気持ちが、すごく薄かったなっていう風な考えになりました。やっぱりいくら稼ぎたいのかっていうのを、しっかりと自分の中で持っていかないと、いつまでたってもダラ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 と、続けちゃうんですよね。はい。でダラ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 続けて、稼げないってなってやめていくみたいな、ことになっちゃうんで、その当時は本当に特に目標の金額いくら稼ぎたいとかも特に考えてなくて、とりあえずセドリやってとりあえず独立したいっていう風な、思いだけでやってたんで、すぐ心折れて辞めちゃったんですよね。はい。で、その半年後くらいにもう一回セドリ始めて、しっかりと、まずは、10万円絶対に稼ごうっていう風な、気持ちで、やっていって、で、いろいろ勉強して10万円稼ぐにはどうしたらいいんだろうっていう風に考えて、いろいろ試行錯誤やって、で10万円到達したら、次20万円、稼ごうって、20万円稼ぐにはじゃあ今何をすればいいのかっていうのを、考えていったっていう風な、形になります。なんで、セドリも始められてて、もちろん心がもう折れかけてる方っていうのはすごく多くいると思います。はい。セドリってすごい簡単そうに見えて意外と難しいんで、はい、そのギャップにやられて、やっぱやめていくっていう方がすごく多いんですけども、やっぱりいくら稼ぎたいかっていうのをしっかりと目標金額、設定して、じゃあそれを稼ぐためには今どうすればいいのかで、分からなければ、セドリを実際やってる人に聞くとか、実際行動しないと、始まらないんで、その目標金額に合わせて、行動していくっていう、形になってきます。そうすると、勝手に稼いでいけるようになるんで、そこの、しっかりと目標金額設定していただきたいなと、思います。はい。実際お金を稼ぐっていう風になったら、副業でやられてる方が、最初はすごく多いかなと思うんですけど、普通の副業とかやってない一般の方は、仕事して、仕事が終わったら家帰って、自由な時間があって、少し、スマホいじったりとかテレビ見たりとか、やると思うんですけど、やっぱその波以上のお金を手に入れようと思ったら、そこそこやっぱ努力しないといけないんで、やっぱりしっかりと目標金額っていうのをしっかりと設定して、今するべき行動をするっていう風に、逆算で目標金額からも逆算で行動をしていくっていう風に、すごくめんどくさいんですけど、このめんどくさい行動をしっかりとしないと、やっぱり気持ちが折れてやめていくっていう風なパターンに入っちゃうんで、そこら辺をしっかりと、金額決めてやっていただけたらなと思います。はい。ということでですね、今回はですね、しっかりと、目標金額っていうのを、自分の中で、しっかり想定して、今のするべき行動っていうのを、一つ一つしていくっていうことが大事だと思うんで、この動画を撮りました。はい。ということで、こんな感じですね、これからも転売やセドリに関する情報を随時発信していこうと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それからですね、何かわからないことや困っていることがあれば、ぜひメッセージいただければ、こちらとしても全然回答いたしますので、そちらのメッセージの方もお待ちしております。ということで、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。